皆さんこんにちは。今回はですね、芝野虎丸十段と井山裕太王座との十段戦挑戦手合第1局のハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。井山王座の黒番です。かかりまして、桂馬で受けて、かかって挟みました。で、かけて、まあ、出てね、切って、まあ、定石ですね。まあ、当たり打って、伸びて、かけついで、そして、一軒取りました。で、まあ、こう、一軒飛んだので、これ押しましたね。はい。一軒飛んだので押しました。まあ、ここ、こすむ手もあります。ちなみに白はね。まあ、一軒飛んだ場合は、これ押すのが、定石です。そして、ついで、そして、ここに打ちましたね。ここに打ちました。まあ、まあ、ここではね、普通にね、こう2軒ぐらい開いておくと、黒がね、ここにね、まあ、いうのはあるんですけれども、大ゲーマですね。まあ、ここに一発打ちまして、そして、まあ、肩ついて、そして、張って、で、一回守りまして、で、ここに、まあ、開きました。で、まあ、つけましたね、こうつけました。まあ、いろいろなところですけれども、ここではね、まあ、つきましたね。はい。まあ、どこに打っても、まあ、大体一局だと思います。で、まあ、外からね。外から跳ねました。で、まあ、伸びまして、三々にね。で、ついで、で、桂馬に滑りました。で、ここで、ここを跳ねましたね。いい手ことですね、これはね。ここ跳ねたて。この辺が、まあ、地になりましたので。で、かかりまして、で、桂馬で受けまして、そして、一軒飛びまして、で、受けまして、で、こう、つけていきましたね。まあ、引きまして、冷静に、で、コスミつけました。で、ここでね、まあ、手抜いて、ここに打ちましたね。ここに打ちました。で、ここに打ちまして、白はですね、ここでですね、まあ、ここに打ったんですけれども、ちょっと評価値が下がりますね、ここに打ってね。まあ、意味、まあ、本来であれば、やっぱりこう、コスミつけに手を抜いたので、こういうふうに行きたいところなんですけれども、まあ、おそらくこれが嫌だ、逆にここに打たれるのが嫌だったかもしれませんね、こういう感じでね、こういって。まあ、こう、跳ね継がないといけないんですけども、まあ、普通ね、ここ。で、まあ、こっち押さえられて、まあ、押さえられて、封鎖されてしまいますので、はい、押さえ込まれてしまいますので、ね、まあ、これを多分嫌って、手ではあるんですけれども、このコスんだ手は、まあ、評価値は下がりましたね。うん。やっぱりこっちを、やっぱり跳ねたら良かったみたいです。まあ、打たなかったから、白がね、黒伸びまして、で、挟みまして、そして、つけまして、桂馬でね、裂いて、三々に、まあ、覗きました。まあ、これに対して、まあ、ここで、秋三角でね、頑張りましたね。これが、まあ、最強であり、最善でもあります。この、頑張り、秋三角で受けるのがね、この手に対して。よく打たれますよね、この手。で、まあ、下がるのは、これもっと味悪いですから、これ切られて味悪いですから、まあ、継ぐ手はあるんですけれども、これはちょっとぬるいですね。まあ、跳ねられたりして、まあ、こういったときに、こういったら、まあ、これ切られてね。まあ、ついで。まあ、これ取られてしまいますので、隅がね、字が損ですし、あと、まあ、まあ、こういうふうに行くのも、まあ、一回ここ駆け継ぐとか打たれて、で、まあ、後でこう下がられてね。まあ、これもまた字で損しますから、まあ、ぬるい。ぬるいですね、これね、継ぐのはね。なので、まあ、これ、悪三角で頑張りました。はい。で、まあ、ここでつけましたね。まあ、つけた手の意味なんですけれども、ここで。まあ、ここで、例えば伸びてくれたら、例えばですよ、伸びてくれたら、ここで、まあ、跳ねかけ継ぎを決めようということですね、こうやって。まあ、こういくんですけど、まあ、こう渡ってしまおうということです。そういう意味だと思いますね。なので、ここで、まあ、こっちに跳ねましたね。逆に、渡るよみたいな。逆に私が渡りますみたいなね、こっちにね、いう感じ、打ち方ですね。はい。
で、まあ、結局それは無理な、無理、それはできない、ないので、まあ、跳ねて、押さえて、継ぎました。で、まあ、今度はね、まあ、こっち、這うしかないですね。こう、当たりがないですから、渡られてしまいますので。で、下がりましたね。まあ、ここでは、まあ、伸びる手もあったと思うんですけれども、例えば、まあ、ここで、まあ、こういう伸びると、やっぱり、これが嫌だったかもしれませんね。ここ、駆け継がれるのが。これが嫌だった可能性があります。ね、ちょっと地が減るので。まあ、実戦ではこう下がりまして、そして、一間飛んで、で、ここでね、この石をね、まあ、引っ張り出しましたけども、まあ、一応先手ですね。一応先手です。まあ、突きまして、そして、まあ、ここを守りましたね。守、で、まあ、ここでですね、まあ、覗きまして、ついで、まあ、膨らんで、まあ、脱出していきました。で、伸びて、そして、ここに2件飛びまして、まあ、先手ですね、これね、今度はね、1件飛び下がる手がありますので。で、受けまして、で、つけて、跳ねて、そして、押していきました。で、跳ねまして、跳ねて、で、2段バネしましたね。2段バネしまして、ここでですね、まあ、切っていきました、ここ。まあ、ここでは別に切らずに普通に伸びる手もありますよ。後で切るぞと言ってね。まあ、伸びる手もありますけど、まあ一応切りました。で、ついで、まあ一応これ先手ですね。はい、これ先手で。で、一間で受けまして。で、ここに打ちましてね、一応、この黒石はね、包囲しましたね。うん、まあ一応包囲してもこの石ちょっと生きてるんですけれども、さあ、ここでですね、ここ下がったんですけど、この手がちょっと地で損でしたね。うん、まあ実戦ここでまあこうね、下がられてちょっと地で損しましたね。ここではですね、まあこの交換をしないで単に行った方が良かったですね。行きに行った方が。まあこの覗きが一発効くのが気持ちいいですね、黒は。ここで。移るしかないんですけれども。でまあこういうふうに、まあ、にしとりますよって言って、で、まあ、受けさせて、で、覗いて、こういって、こうやっていけるとね、はい。こっちの方が良かったみたいです。まあ、ただね、実戦では、まあ、こう、まあ、ここ、下がりましたので、まあ、この分、ちょっと地が損しましたね、はい。で、まあ、結局、まあ、同じように生きるんですけれども、まあ、出てね、裂いて。で、まあ、ここでちょっとつけましたね、はい、つけました。まあ、外からは跳ねられないので、こっち切られてしまって、まあ、受けて、引いて、で、ついで。で、ついで、まあ、一間飛んで、で、一目取っていきました。で、まあ、伸びまして。で、ここでここに打ったんですけど、どうもね、この手がね、まあ、この、まあ、切り、当たりを狙った手ではあると思うんですけれども、まあ、そして、まあ、ここ一応先手ですから、一応、この、今度ね、下がる手が。で、だったんですけれども、どうもね、結果的にはあまり良くなかったですね、ここで打った手が。ですから、まあ、ここでは、まあ、こんな感じで、まあ、外から寄り付いて、この石を、まあ、丸呑みして、まあ、大きい字を形成するというの手もあったし、まあ、そうですね、鋭く行くのはここではなくて、ここに打つ手が良かったですね。この辺に打つのであれば、この切りを狙うのであれば。当然、白はね、これ、こうやって押してくると思うんですけれども、この3子が取れますので、結局。そこで、まあ、ここで切る手がありますね、ここ、こういって、こう。こんな感じでね。で、これはね、蝶も、このたたき、まあ、これ3子は取られますけれども、これはこの下がね、どうも、怪しいですね。はい。苦労しますね、これは。取られる可能性がありますね、この白は。うん、こっちだのが良かったみたいですね。また実戦ではここに打ちまして、まあ、一度受けてですね、
さあ、ここにつけた手が、まあ、結局この押しとね、これ交換になってこの3子がほぼ取られるじゃないですか。これがねどうも良くなかったみたいです。さらにねこれ切ったんですけれども、まあこれ切った手前ね、まあついで、まあこれ切ってここ継がれてこの石捨てるわけにはいけないじゃないですか。でまあ継ぐしかないんですけれども、まあこれ押されて、まあこれ結局この石はもうここで当たり打って継いだ以上これは逃げないといけないですよね。これがちょっとね負担になってしまいましたね、はい、この石が。でまあここで押さえたんですけれども、押さえたのも良くなかったみたいです。ここではこっち継いだ方が良かったみたいですね。継いだ方がダメも長いし、あと出切りの味もさっきの膨らんだ手や振って返しがあるので絶対出切れないじゃないですか。でもこの次の場合はそうではないですから、何かの拍子、まあもちろん今は出切れないですけれども、まあ何かの拍子にね出切れるっていう状況が発生する可能性がありますので、こうついでおく手の方が良かったみたいです。まあしかしここでね膨らみましたね。これはもう絶対に切れないですね、この出切り、どんな状況があってもね、はい、もう打って返して取られてしまいますので、でまた攻め合いになった時ね、この石とこの石で攻め合いになった時もこの次が先手になってね、ダメがちょっと長く伸びるじゃないですか、まあ、そういう意味はあります。いろんな意味で良くなかったみたいです。で跳ねて押して伸びて、でまあ覗いたんですけれども、まあ、曲がって、これ空き三角でね曲がらないといけないっていうのがねこれ辛いですよね。でここでつきました。で曲がって、そして後ろもこれ曲がりまして、まあ引いて、で一見取りました。まあこの石とこの石のね、まあ戦いなんですけれども、でまあこすみまして、で桂馬で打ちまして、で曲がって、でこれ一発先手で利かしましたね、次を。で一応手を抜いて黒はまあ一応まあ押しましたけれども、まあ当然受けますよね。そして受けました。で膨らみましたね。で跳ねて跳ねて跳ねて二段バネしましたね。二段バネしまして、当たり打って、継いで、で、当たり打って、伸びて、継いで、まあ、当たり打って、継いで、で、こう跳ねて。まあ、これ、捨て石にしましたね、結局ね。捨て石にして、まあ、連絡するという手なんですけれども、押さえて、下がって、曲がって、駆け継いで、でまあ取りまして、でダメ詰めて一応当たりで取りまして、そこでですね、まあここでね、まあ、この切りを防ぎましたけれども、まあここではねあんまりこの切りはね防ぐ必要はなかったみたいですね。というのは、まあここではね、まあこういうふうにちょっともたれ目にするのがね、まあ本手だったんですけれども、まあそうですね、だからこの切りがまず切れないっていうことですね、はい、黒は。切りがあっても、というのはダメが長いですから、この白ので、この白ダメが短いですから、まあこういうふうに打つと逆に当たり打たれてね、こういうふうにいってこういかれて、逆にこれがね逆にかけられたら逆に取られてしまうね、
しまいますね、これ逆に。この石との攻め合いですから、ですから、むやみに切れないんですよね、これ。ですから、まあ、守る必要はなかったんですけれども、ここでね、まあ、守りました。まあ、ちょっと、監視ですね、これはね、ですから。で、まあ、ここ、一回飛びつけまして、で、跳ねて、伸びて、で、跳ねて、そして、まあ、膨らみまして、ついで、で、頑張りましたね。ここね、黒ね。地で頑張りました。で、まあ、こう、継ぎまして。で、ここでね、ここ押したんですけれども、この手がどうもね、どうもあんまり良くなかったみたいです。ここ押したところで、どっちみちこれ、繋がらないですから、あえて、白ここ出て切りますので。で、ダメも詰まるんですよね、これによってね。ダメも詰まっちゃうんですよ。この黒のね。ですからこの手がどうも良くなかったみたいですね。でまあ実戦ここでこう来ました。だからここではね、こうではなくて、まあそうですね、普通にまあ飛んでおく、飛んでおくぐらいだったと思います。飛んでおいて、まあこれからの碁ですよね。で白もこれ守らないといけないですから、ここをね、今度ね、まあこういう流れじゃないでしょうかね。でまあ当たり打って、まあこれはもう逃げるしかないんですけれども、でまあ一軒ぐらい取り除いて、まあ一応連絡ね、連絡ですよね、これでね、これでまあ寄せ勝負だったんですけれども、まあ実戦ではここでまあ出た手がどうも悪手でした。で出て、でまあ切れないからね、どっちみち当たり打ってもこっち当たり打って伸びられてると逆に取られてしまいますので、どっちみちこれ切れないですから、でまあ伸びて、そこで、ここでね、ここに、打った手が、これが、決め手でしたね。はい。これが非常に鋭い手でした。いや、相手のね、このダメ詰まりをね、咎めてますよね。で、当たりも打てないじゃないですか。これ、当たり打ったらこっち継がれて、今度こっちが危ないですから、むやみに当たりも打てないですから、ここで、ここに打たれて、これがちょっと、ほぼ決め手になりましたね。でまあこれ遮断するんですけれども、これ一回引きまして、これ一回引いた手がまたこっちに対して先手ですから、これまあ逃げないといけないんですけれども、まあ逃げたんですけれども、2軒飛んでね、でここでまあこれ出て、でまあこれも遮らないといけないじゃないですか、絶対に。でここで桂馬に打った手がまた鋭かったですね。でまあこれも継ぐしかないですよね。はい、継ぐしかないんですけれども、そこでこう張っていくと。このコンビネーションがいいですね。はい。で、これちょうどね、うまくできてるんですよね。これね。で、押さえると、これが先手ですよね。今度、切りがあるので。で、まあ、継がないといけない。で、この、こすんだ手が連絡があるので、遮らないといけない。そして、こういけば生きるという。非常にね、効率的に石がね、あるんですよね。周りに。不思議なことに。で、これでもうダメですから。結局、これ全部死にますので、こうなったら。まあ、なので、ここでですね。まあ、こう、切りを一発入れましたね。切りを一発入れて、まあ、こっちのね、当たりを打つことで連絡を、まあ、断とうと、ね、聞かせて、いうことですね。はい。まあ、しかし、ここで、まあ、一回当たり打ちまして、で、ここで切っていきましたね。まあ、はい。ただ、まあ、これを打ったから、っていうのはありますね。ただ、これ打ったから、どうだっていうのはあります。まあ、やっぱり、そうですね、これ、まあ、抜かれてもダメでしたね、これね、いや実際、実戦で、実際。まあ、これ、跳ねるぐらいしかないんですけど、まあ、こういうふうにね、いかれると、やっぱりダメですね、やっぱりダメです。まあ、一応、これは取れそうですけれども、今度はこれが取られてしまいますね、はい、これ、こういうふうに打ったらね。で、まあ、実戦では、ここでですね、まあ、ここでね、ここ下がった手がね、はい、まあ、さらに、いい手でしたね。で、まあ、ここでですね、まあ、二目抜くんですけれども、まあ、下からこれ当たり打たれてですね。で、ここでですね、井山王座がね、投了しました。以下はですね、そうです。まあ、この切りがあるので、切りを防がないといけないんですけれども、まあ、これ、切りを防ぐとね、こう、這われて、もうこれ連絡ですよね、これ。こっち連絡してしまいますよね。で、まあ、これ、
今度抜かれると目がないので、こう行かないといけないんですけど、こういうふうに行かれると、これはちょっと死にますね、これ。あと、ここで、まあ、ここにちょっとコスミつける手はありますね。はい。コスミつける手はあります。この石にはダメを詰めてるわけなんですけれども。でも、まあ、ここではね、一応、まあ、切れますね。はい。切ることはできます。はい。これで一応ね、攻め合いは勝ってますね。はい。で、まあ、黒は、これは取られなんですけど、取られるんですけれども、まあ、黒はこれついで、まあ、生きるぐらいですね。で、まあ、こっちが取られたということです。まあ、ですから結局ね、ここで、まあ、投了せざるを得ないと。追えなかったということですね。はい。そうですね。この子はやっぱりそうですね。ここですね。ここでやっぱり黒がちょっと弱い石を作ってしまって、まあ、それをちょっとね、追われてしまったと。そして結局こっちが傷んでしまったっていうことですね。こっちが。はい。はい、そういう、まあよくあるんですけれども、ここでね、はい、本体逃げていった石は生きるんだけど、その周りにいて何かが被害を受けるっていうね、まあそういう典型的なパターンになりましたね、これね。で、まあとにかくここでね、追い立て、これ非常に鋭かったですね。ここで追い立てですか。はい、非常に鋭い手で、まあその後の一連の手順も素晴らしかったですね。はい、いや、芝のね、十段のね、はい、以上です。